富山地方鉄道本線。本線は、富山県富山市の電鉄富山駅と富山県黒部市の、うなずき温泉駅とを結ぶ富山地方鉄道の鉄道路線である。現在の本線の路線で最初に開業したのは、西滑川駅、新宮川駅、開業当初の駅名は、工場駅であった。立山系便鉄道が1911年、明治44年に、 なめ川駅500国駅間の免許を受け、1913年、大正2年に開業した。中越鉄道、現在の JR 上花線などに次ぐ、県内2番目の民間鉄道であった。1917年、大正6年に、立山鉄道に改称した。立山鉄道の路線は、期間 762mm で蒸気を動力とする、軽便鉄道であった。 電鉄黒部駅、当初は西三日、市駅うなずき温泉駅、当初は桃原駅間は黒部鉄道の路線であった。日本初のアルミ精錬を計画した高峰長吉らが同様アルミナムを設立。アルミ精錬に必要な電源確保のため黒部側に発電所を建設することになりその資材、輸送手段として鉄道を建設することになり1921年。 鉄道免許状がカフされた。そして子会社黒部鉄道を設立して、その免許を譲都し1922年、大正11年に3日、市駅、現在の愛の風と山鉄道線黒部駅。市鉄の駅は現在廃止から、下立駅間、1923年、大正12年に、下立駅桃原駅、現在のうなずき温泉駅間、1930年、 昭和5年に3日、市駅石田公営機関が開業した。この路線は開業当初から 1067mm 機関の電化路線直流 600V であった。蒸気2社が付設した路線以外は、富山電気鉄道が開業した。大岩鉄道が持っていた富山市東電磁型から500国、大岩の付設免許を経営を上司に変更して受け継いだ。本来、 大岩不動への産経鉄道というローカルな需要のみを目的とし、計画が高速電車による都市間連絡鉄道という、より将来性のある方向へ転換されたものである。これは、地元と山県出身の重役である佐伯宗義、1895から1981後に、富山地方鉄道会長による着想でった。佐伯は、 当時30代前半の若手経営者であったが、それ以前に、福島県内の赤字軽便鉄道であった、新立軌道、後の福島交通を、電化、改めきして、経営立て直しに成功した実績があり、特に昇平されて、経営に参画していたものであった。第1期事業として、電鉄富山駅上市駅、寺田駅五百国駅の工事に着手した、富山滑川間において、 上市駅前後でのルートがやや迂回気味になっているのは旧立山鉄道の既存路線を部分的に利用した影響による。富山電気鉄道は第2期事業として滑川駅三日市駅間を延伸し黒部鉄道との連絡を取ろうとした。佐伯宗義は高速電車路線網構築による富山県の一市,市街化を目指しており、富山県東部の主要というへの路線延伸に 重要性を見出していたからである。しかし、この区間は、国鉄北陸本線と完全に並行することから、監督官庁である、鉄道省は難色を示した。これに対し、佐伯富山電鉄側は、国鉄線は広域輸送を行い、私鉄線は局地的輸送を行うもので、その目的が異なり、競合するものではないと主張、並行すれども競争せずという論理で、 最終的に鉄道省を押し切って免許を獲得した逸話がある。1943年昭和18年1月1日の交通大統合により、富山県内の全鉄道会社が富山電気鉄道を中心とする富山地方鉄道地鉄に統合され、富山電気鉄道線及び黒部鉄道線は同社の路線となった。 旧黒部鉄道の路線は600ボルトから1500ボルトに昇圧され、電鉄富山駅からの直通運転が開始された。電鉄富山駅うなずき温泉駅間の直通列車が30から60分間隔で運行されている。朝の上りのみ、快速急行も運行される。電鉄富山駅上市駅、中名川駅、電鉄黒部駅間の区間運行もあり、 さらに平日の朝ラッシュ時に、電鉄富山駅越中江原駅間の区間運行が一往復設定されている。越中江原駅は方向膜が入っていないため、この列車のみ方向膜を白膜にし、フロントガラスに越中江原と書かれたボードをつけて運行する。朝の通勤通学ラッシュ時は3から4両編成で、車掌乗務となり、それ以外の時間帯は2両編成のワンマン運転と、 なる。立山線の列車も、電鉄富山駅寺田駅間に乗り入れる関係で、この区間はほぼ終日にわたって10から20分間隔で運行されており、かなり利便性は高い。2007年3月26日には、約3年ぶりにダイヤ改正が行われ、平日の電鉄富山駅上市駅間の運行本数が10本増発された。また、 従来、滑川駅で折り返していた列車など20本が、電鉄黒部駅発着に延長されたほか、終電時間も一部改正された。2013年12月26日には、新装の起駅開業に伴う、ダイヤ改正が行われ、平日の快速急行1本を急行に、格下げ、立山線直通急行の快速急行格上げ、特急新設、復活のほか、 社会実験として、西大津駅うなずき温泉駅間が4本増発された。電鉄富山駅うなずき温泉駅間に特急、うなずきも運行されている。寺田駅うなずき温泉駅間には、冬季を除き立山線から、アルペン特急が乗り入れる。すべての特急は、乗車に際して、特急券を必要とする。また、2013年12月26日からは、 当前の電鉄富山駅寺田駅間を経由して、立山線に直通する電鉄富山発立山駅の特急、立山が設定、復活された。実際の運行開始は2014年4月16日。2016年3月26日からは、電鉄黒部駅うなずき温泉駅間に特急、黒部が設定された。以前は、日本国有鉄道、国鉄、 西日本旅客鉄道、JR 西日本や名古屋鉄道、名鉄から富山より、特急、急行列車が乗り入れていた時期があった。電化方式の違いのため、富山駅構内の渡り線には、硬直セクションがあった。この渡り線は、JR 富山駅構下化工事のため、現在は、撤去されている。1970年から1983年には、 名鉄国鉄と山地方鉄道の三社直通運行で特急北アルプスが立山まで乗り入れ1990年代では1999年まで JR 西日本から特急が立山駅発着のものはスーパーライチョウ立山サンダーバード立山シュプール立山リゾート立山うなずき温泉駅発着のものはスーパーライチョウうなずき サンダーバードうなずきとして乗り入れていた。電鉄富山駅うなずき温泉駅間を運行する特急列車の列車愛称としてうなずきの名称が与えられている。電鉄富山駅立山駅間を運行する特急列車の列車愛称として立山の名称が与えられており、立山黒部アルペンルートの開通時期である4月16日から11月30日の間に運行される。 季節列車となっている。電鉄黒部駅うなずき温泉駅間を運行する特急列車の列車愛称として黒部の名称が与えられている。未島カエデザインによる16,010軽リニューアル車を使用。2011年12月23日より各線で運行開始。本線では立山線、富士越市、上滝線直通の普通列車のほか、 電鉄富山うなずき温泉館の特急にも運用される。平日は通常の列車として先頭車のみの2両編成。土日祝日は観光列車として座席指定。料金220円2014年4月1日、現在の中間車を連結した3両編で運行。かつて急行は停車駅の違いから A 急行と B 急行に分かれていたことがある。このか。 特急券の他座席指定券が必要だった特急うなずきに対して特急券のみで乗車できた特急列車名なし準急、1982年冬大山でなどの種別が存在した時期もあった富山地方鉄道本線の近年の輸送実績を過表に記す表中輸送人員の単位は万人輸送人員は年度での値表中 最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。管内鉄機動事業者輸送実績、国土交通省北陸新越運輸局より抜粋。1943年、昭和18年11月11日廃止。1969年、 昭和44年8月17日廃止。1940年、昭和15年6月1日廃止。1931年、昭和6年11月6日、新宮川駅上市駅間廃止。1932年、昭和7年12月20日全線廃止。電鉄富山駅から東側約 1.1km の区間において連続立体交差事業。 鉄道高架化の事業化を進める計画がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。